はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5キャンペーンモードビーバープレジデンテ、続きをやっていきたいと思います。次はミッション、ズワイシュタイン、スイス銀行の個人口座に大金を集めろということで、経済難易度とかはまた一番簡単で、島はバオバオですね。こちらでやっていきましょう。バオバオってどこまで発展してたっけ？なんかあんま発展してなかった気がするんだけど。戦争とはろくでもないものだ。金が山ほどかかる割には得るものは少ない。新世界機構はロジックと政治と金を使って戦争を止めようとしたが、その全ては失敗に終わった。世界を変えるにはもっと強い力が必要だ。強い力、つまり恐怖が。かつてないほど強力な兵器を作る必要がある。その存在自体が戦争を終わらせるほどのそれだけの破壊力を持った兵器を。このような計画を実現できるのは一人しかいない。天才科学者エイブラハム・ズワイシュタインだ。私が財産を保管しているあの国から彼を連れ出さなくては。ズワイシュタイン、科学者の名前みたいですね。我が弟子よ。どうやら天才科学者のエイブラハム・ズワイシュタイン博士がドイツから逃亡し、スイスに隠れているようだ。諜報員の情報によれば、強力な兵器の開発を目論む数十カ国はどうにかしてズワイシュタインを取り戻そうと必死になっているらしい。一方、優秀で知恵の回るスイス人たちは最も多くの金額を払った者に博士を渡すと言っている。だがスイス人たちの求める額は馬鹿げたほど高く、いっそのことスイス自体を買い取った方が安くつくほどだ。私は常に物事を大胆に捉えるようにと君に教えてきた。今回我々が行うのはまさにその原則にのっとった行動だ。目的、スイス銀行口座に5万ドルをためスイスを買い取る。報酬ミッションクリアと。ちょっと待って、どういう状況だ。一旦時を止めて R2、 憲法からまず決めていくか。これはどれがいいんだろうね。投票者の数が多くなります。みんなに、ね、好かれれば投票の数が多くなった方がいいと思うんだけど、現代医療の弊害から逃れられているとも言えるわね。所得差別を行うことで投票の数が少なくなる。無理やり予防接種を受けさせられることもないし、裕福層に気に入られればいいけどね。とりあえず全住民にしとくか。医者は患者とデートしちゃいけないなんていうくだらない決まり事もないしね。これだな。幸福度が上昇する。今のままで全然問題ないわよ。そうでしょ。で、軍隊と徴兵はこれですね、真ん中でいきましょう。あと L2 のこれ、大使館から作っていきますか。発電所とかもね、結構重要な感じはするけど、まずはこの3つか。戦車とかいるのかな、そもそも。憲法の選択肢、電気から先に作っていこう。よし、これでいきましょう。で、どういう島だっけ。港は3つ。これなんか建設中だね。砦、あれ、建設中なものが結構いっぱいあるぞ。砦はあれかな、なんか軍備増強のためにこんないっぱい建ってたっけ。まあいいや。で、幸福度が 47%？ マジか。お金は24,000円。まあそこそこあるね。トロピコのみんな、輝かしい未来へようこそ。これは今作ってね、砦がとりあえず完成したかな。私たちは独立により、自由とプレジデンテと、ここパイレーツバーにあるラジオ局を手に入れたの。オペラハウスか。ホストはもちろんこの私。プレジデンテ、あなたの試みに敬意を表します。馬鹿げていると思われても、諦めずに挑戦するものだけが不可能を可能にするのです。あらゆる戦争を終わらせようとするあなたの努力は素晴らしいものです。しかしながら、我々は人類にもはや制御不能なテクノロジーを生み出してしまったのかもしれません。現在進行中の私の研究が完了したとしても、果たして人類を自滅の道から引き戻せるのか、私には確信がありません。第3次世界大戦がいかなる兵器が使われているのか私には分かりませんが、第4次世界大戦は石と棒で行われることになるでしょう。つまりその頃にはそれしか残っていないということです。なんか世界が崩壊するみたいな感じか。こいつズワイシュタインじゃん。よく見ればあれかね、なんかアインシュタインの子孫かなんかみたいな。そう、アインシュタインってそもそも名字なの、名前なの、よく分かんないけど。そうだ、輸出関係か。輸出関係をちょっと見よう。石炭、石炭なんてあったっけ。板材はあれだね、サインが必要だね。サインっていうか、数軸国との友好度か。
生地は？生地も作れないからな。宝石。わ、宝石高いな。宝石高いんだけどな。ちょっと今のとこやるもんがないな。ココアもう無理だしな。しょぼいけど今のところは魚に焦点を当てて、ちょっと待ってよ。そうするとタスクが来たね。みんな世界大戦における仲間を作ろうと右に左に駆けずり回っています。外交官としては役得の状況ですな。ここのところ私の元には毎日のように晩餐会の招待や豪華な品が送られてきます。両陣営とも味方になりそうな国に対しては大きな報酬を約束しています。大使館を建設して大使をこの島に招き、より大きな恩恵に預かるというのはいかがですかな。ということで、大使館か。大使館まだ作れないからね。そもそもそれまでなんだ、これ見てるしかないか。お金はひとまずマイナスにはなってなさそうだね。ただな、ちょっと板材、そうだね、板材を、あ、板材じゃなく石炭、これは船を割り当てられないんだよね。なくなっちゃうんだよね。なんか時間が経つと板材な、出したいんだけどな。ここら辺に伐採キャンプがあるんで、そこから板材なんとか場を作ればいけるはず。アパートが足りてないのか。おすすめ建造物に出てるってことはなんか足りてないっていうことみたいですかね。アパート1個だけ建てよう。向き的にはこれ後ろだよね。こっから入るんだよね。で、ここにしましょう。 OK。 ちょっと建設があれだね、いっぱいあって進みが遅いのか。そうか。ただお金がもう32,000円めっちゃ溜まってんだけど、このままさ放置しとけばさ、お金が溜まり続けるんじゃない？そういう簡単な話でもないか。あれ、なんか建設のあれが動きが止まっちゃってるよ。あ、大丈夫？砦作るのに時間かかるんだね、多分。っていうか石炭よ、石炭。石炭なんてどっかあったっけ？ここ鉄でしょ、だって。あとこっちの方、ここは？ここも鉄でしょ。鉄だったらな、いっぱい出せるんだけどね。こっちの方は特に何もないからね。もう少し開拓しないとダメか。こことかね、開拓するか。いや、プレジデンテ、君が高貴な目的のために努力していると聞いてな。ひょっとしたら君に役立つかもしれない話を持ってきた。アメリカはとあるイタリア生まれの天才科学者を枢軸国の兵器開発から離脱させようとしている。とはいえ直接奪還しようとすれば彼の命を危険にさらす可能性がある。そこで枢軸国のプライドを利用する形で彼を国外に出国させる方法を思いついた。つまり偽のノーベル賞の授賞式をでっち上げ、枢軸国にとっての英雄である彼に賞を授与すると発表するのだ。もし君がそのための資金を提供されるのであれば、我々が授与式に授与式の最中に彼を確保しよう。10,000円。マジか。まあでもスイス口座全然お金貯まってないからね。1万円払おう。お金はある。大丈夫。後期はおのずとやってくることもあるが、常にそうした偶然を頼りにするわけにはいかん。必要な金は自らの力で稼げるようにならなくてはな。スイス銀行口座の金額を増やすにはいくつかの方法がある。頭の弱い連中は不道徳などと言って批判するが、私に言わせれば少しばかりスタンダードではないというだけだ。建設許可、あったね、建設許可。そう、高くなるんだけど銀行口座に資金が貯蓄される。銀行不正資金、税関は特別税不正資金とかねちょっと明らかにやばそうだよね。そうなんですよね。これ布告だから、これ研究、ちょっと待ってね、これ経済、これは俺、これか。で、ここに建設許可があって 20% 増加するんだけど建設費が、ただその代わり 10% 分がスイスの口座に振り込まれると。でもね、 20% 増はかなりでかいんだよな。ちょっと労働が入ったね。まあ、今のところはタスクをこなしていけば大丈夫そうかな。ね、ちょっとね、探索をしましょう。探索を、連合国から5200円か。ここをね、ちょっと発掘して、で大学の人たちが来るって言ってたよね、10人くらい。そんなことよりさ
早く大使館を作りたいんだけど。プレジデンテ、我々の研究者は全く違った。なので大使館いくらだっけ。3600円、まあそれなりにかかるな。これさらに 20% アップしてたらさ、もっと高くなるってことでしょ。ここだな。ちょっとね、この島さ、縦に長くてね、建設しづらいんだよね。建設業者とかちょっとここら辺に1個置いた方が良さそうだよね。下の方は下の方でちょっと運送業者と建設業者を回して、上の方は上の方で回してもらった方が効率は良さそうな気がするけど。あと農作物ね、ここら辺には絶対作れないからね。砂漠と化してるからね。これなんだろう。あー、石炭か。伸ばすか、石炭。石炭伸ばそう。石炭をとりあえずインフラ整備として、ここからぐーっと伸ばしちゃっていいかな。でちょっとここら辺、え、ちょ、どういうあれになってんの。ここからここ、ここからここ、 OK で、ここに鉱山置いて。遠い、めちゃ遠いわ。どうする、ここに1個港置く。いや、それはそれで金かかりそうだな。これさ、トラックこっちまで来れるか。で、もうなんかすげえ変わってそうでやだな。石炭、ちょっと石炭割り当てよう。魚は1個でよくて、石炭、石炭、石炭ってでもそんな高くない全然高くないんだけど。石炭、木材もそんな高くないね。鉄をとりあえずじゃあ一石と、まあ、せっかくだから石炭も一石割り当てるか。 OK。 なんか石炭石炭言ってた割にはあんまり高くなかったね。で、上の方をちょっと開発しますか。じゃあここら辺は緑があるからな、なんかいいやつ。銅っていうかこれ鋼か。高っ。鋼とかやりてえな。鋼ってどうやって作るんだっけ。ここら辺ではない、ここら辺でもない。あ、これだ。研究しないとダメか。研究はどれだ。ちょっと待って、研究がもうちょっと操作方法があれになってしまったな。あ、これか。これだね。もうちょっとかかるね。そうすると図書館とか増やした方がいいのかな。でもな、あんまり作りすぎるのもね、金がねほんとなくなるからね。あ、できた、これ。そういえばで、ちょっと連合国を呼んだ方がいいのか、枢軸国を呼んだ方がいいのか。枢軸国が31か74。どうしよう。どうする。ちょっと待って、一回時を止めて。これだよね、やっぱり板材は枢軸国か。基本的にここら辺全部枢軸国だね。あの旗マークが枢軸国か。で、ちょっとアメリカっぽいやつが連合国なんだね。ここら辺でも連合国か。ココア、ココアか。ココア作る？作物変更。ココア、あ、やっべえ、ココア。あんまり、ここら辺、よろしくないね、ココアの生産が。ここは、ココア農場を1個作るか、こちら辺に。農場、農場、農園で。ただここ、伐採キャンプがあるからな。こっちの方にするか。農園、ココア。こういう向きがいいかね。そうすると、ここちょっと道路つなげたいからな。こうか。よし、ここに作ろう。で、ココアを輸出しよう。魚はちょっといいわ。ココア。
でちょっと時を進めて呼び寄せるかどうする、数軸国を呼び寄せるじゃ。お見事です。連合国の外交官を名乗っている連中は鼻持ちならない者たちばかりですからな、距離を置くに限るというものです。しばらくは奴らのわめき散らす声を聞くことになるとは思いますが、数軸国は我々が戦争時における彼らの心強い仲間となることを期待して以下のどれかの報酬を提供すると言っています。技術を獲得、軍事施設無料で建設、これにしとこう。軍事施設結構高いからね。あれ割り当てられてない攻撃ルートがある？いや船全部使ってるよ、大丈夫大丈夫。スイス銀行口座があんまり増えてないね。時間はかけがえのないものであり、スイス人ほどその重要性をよく知る者はいない。数軸国の諜報網により、イギリス軍の将校の多くがスイス製の腕時計を使用していることが判明した。もし彼らが突然ティータイムに遅れるようなことになれば、連合国全体の指揮系統が崩壊することは間違いない。そんなんでトロピコの防器サイトを大量輸出して、スイス製の腕時計をトロピコ的時間間隔で汚染するのだ。そうすればスイスの資産価値を低下させるだけでなく、数軸国からの報酬も期待できるだろう。防器サイト12000、スイス銀行に5000円入りますと。レオン県なんか頭がいいんだか。なんか間抜けな考えしてんだかよくわからんわ。防器サイトなんてでもないよ。そもそもここもちょっとあれだな、発展させよう。ちょっと待ってね、あれなんでバラックになってんな。まず探索でちょっとここら辺も行って、でここら辺探索させて港1個作って、ここも町づくりしよう。ここだけの港きっつい。私の父がよく言っていました、無知は至福だと。ああ、これね、ちょっと休暇はどうしよう、取らせてみる。誰か着服か、お前行け。着服してないで休暇でも取ってろ。ここら辺とかもね、鉱山的なものがあるんだけど、コンパスだね、やっぱりね、コンパスが欲しい。少し幸福度が低下してきてる。アパートもう一個作るか。住むところが足りてないのかな、ちょっと待って。ホームレスが102か。失業者も割と出てる。医療不足の死者もちょっと出てるね。食のバラエティ4。いろいろ大変だな。まずはちょっと住むところ、これで12世帯は OK だからな。いやでもさ、なんか砦の近くって自由度が下がるんだよね、確か。で、ここはちょっと道路でつなげたいから、ちょっと待って、また例によって道路から建設していこう。ここつながるよね。あ、つながるつながる、 OK。 でアパートを建てよう。向き的にはこうでいいんだよね。よし、やばい、 50% になってしまった、幸福度が。あれ、こっちの建設が進んでないけど大丈夫。いやー、やっぱりちょっと建設業者ここら辺作るか、1個で。まずはそうだね、建設業者の関係もあるから、ここの道路をこっちとつなげよう。ほい。で、これなんかさ、ボロい道路とさ、こういうボロい道路とさ、なんか綺麗な道路があるんだけど、あ、ここに1個作ったんだっけ、これ運送業者か。運送業者と建設業者もそれなりに高いからな。これだって伐採キャンプでしょ。で、ココア今重要だから、ちょっと予算を上げよう。で、なんかできる？効果が100上昇する。5000円やろう。で、これは今はお金儲けをする絶好の機会よ。他者の不幸を利用して利益を上げる、私が大好きな方法でね。連合国も数軸国も物資の不足に苦しんでいる。なるほど、石炭。お、石炭ちょうどあるよ。タスク開始。まさに私たちにとって都合の良い状況になったわね。たっぷり絞り取ってやりましょう。なんかね、減るのはね、映画の悪役みたいに高笑いしたい気分ね。とりあえず何にも減らないでプラスだけちょっとある、これにしよう。石炭も勝手に輸出してくれるっしょ、あの余ってれば。ちょうどいいところに来たね、石炭。やばいやばいやばい、
国民の満足度がまた減っている。なんということだ、まさかこんな事態になるとは。これか、どこよ。ここら辺だったら対処できるでしょう。ニコ招待行けば。そんなことより俺はここだ。これも石炭か。そうだね、こいつは素晴らしい発明。OK、まあ反体制派はね楽勝に鎮圧できるから。トイレって今どうなってんだっけ。そもそも近代兵器、まあ、2000円だからね。これをちょっとやっとくか、改良しとこう。ここにも近代兵器を投入しよう。で一応ここにも近代兵器、こっちも6000円使ってるからな。連合国から7000円、称賛しよう。プレジデンテ、来年は選挙の年です。この機会にトロピコの民はあなたに対する永遠の愛と忠誠を表現するでしょう。まあ多少は違う表現をする者もいるかもしれませんが、行わない。不満がたまりそう。もうちょっと娯楽的なものを揃えないといけないんだね。だからオペラハウスはなんか立ってるからね。そうそう、何がいいの。酒場とか、やっぱり酒場って、うお真っ赤っかだ。酒場ってマジどこに建てんのがいいの。すんげえ真っ赤っかなんだけどこれ。いやちょっとやめよう。なんか効果が薄そうだな。レストランは食のバラエティに応じて効果が上昇ってさ、あんまり食のバラエティなさそうなんだけど、うち、まあ、レストラン、なんかデモが起こってんね。あれなんかデモなんだよね確か。宮殿の隣にはレストランは建てられない。この向きだったらどう。向き的にはこうでいく。宮殿の隣にレストランってでもすごいよね。ここに建てとくか。よし、ここにしよう。レストラン、これなんだっけ、牧場か。こんなとこに牧場があるのか。まあでもさ、牛の肉をそのままレストランに使えるっていう安直な考えだな本当に。どうする。違う、こいつらじゃない、こいつらや。買収が3500か。まあいいや、3500金で解決しよう。スイスの件だが、形勢を逆転するための良い方法がある。何これ、宝くじ購入すんの。そんなんで本当1万円ってめちゃ高いんだけど。番号の洗い出しに関しては私が行う。マジか。完全に不正だな。まあいいや、お金投入しよう。あとはちょっと住民の幸福度だな、これなんとかしないとね。またタスクが来たね。何かと声の大きい我らの友人が同盟の締結を申し入れてきています。ああ、一方で連合国の方も対抗するオファーを出している。同盟を結んで枢軸国に参加する。連合国からは下がるか。まあ一応タスクは開始しておこう。同盟自体はねここから結べるはずなんで、同盟、枢軸国に対し同盟を実行するには有効度80。有効度少ないからね枢軸国だと。ここら辺なんか作るか。板材研究所って5400円ね。これだって伐採キャンプでしょ。板材をマジどうするかだな。板材は、あ、板材っていうか木材、枢軸国高いわけではないね。全然安いね。で石炭は徐々に輸出してってるね。こっち側だな。いや、やっぱりこっち側まで開発を進めよう。ちょっとで砂漠地帯はなんかねこう開発する気になれないから、ここまで探索を広げよう。ここら辺に1個都市を作ろう。ここら辺とかまだ緑があるからね。基本的にバオバオはあんまりねなんか緑豊かな感じではないんだよね。荒野なイメージがある。まあ、金がねなんかカツカツなわけではないんで、ちょっと住民の幸福度がよろしくないところが気になるけど、
ホームレスがだいぶいるね。少し住宅街を作るか。金をかけて。まずはここからここに道路を引いて、ここをつなげる。で、そこから、まあ、アパートが一番あれだよね、コスパがいいよね。近隣に一般住宅が一軒あること、ここ高級住宅って感じでもないからな。この島に高級住宅は似合わなそうだからね。これだって2000円でしょ？で、12世帯。やっぱアパートだな。アパートが一番コスパがいい。アパート建てよう。ちょっと待ってね。こことか麦か。一個アパートを建てて、バラックには潰れてもらおう。バラックなんかより、アパートに住みなさい、みんな。で、医療施設的なものだね、そうすると。一個建てておきますか。診療所。安い。よしよしよし。診療所。この隙間に置けるな。診療所はこういう向きか。こういう向きで良さそうだね。よし、ここに建てよう。プレジデンテ、また反乱か。言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応。いや、しかしうちは近代兵器をね装備したからね。やっぱりちょっと幸福度が少ないんだな。喜ばしい知らせです。一族が2年間の休暇から戻ってきたと。アイディア。ああ、福祉とメディアから建設物1つ。スイス銀行はね、1万5000円でかいね。でかいけど、ちょっとコツコツ行こう、コツコツと。30人の移民。いや、これは建築計画だな。これにしよう。福祉とメディア。ただで建てられる。もうどれが高いんだか分かんない。福祉とメディアってさ、でもあんま高くなかったよね。警察署。新聞社。やっぱ新聞社とかそういうのが必要なんだな、やっぱりこの今のご時世で。新聞社は新聞社ってさ、普通街のどこにあるもんなの？隣に建てるか。この宮殿の隣にあったらさ、なんかあんまり自由な感じはしないけどね。一応じゃあここに建てますか。あれ、新聞社ってさ、あ、でも全部黄色だね。環境グリッド。あ、でもこっちの方は緑。あんまり都市部じゃない方がいいのかな。まあ、赤くなっ、あ、こっち赤いわ。あ、やっぱりでもあれか、農園とかが近くにあると意味ないのか。ちょっと新聞社は一回諦めて、教会、診療所を建てた、礼拝堂、礼拝堂にする。礼拝堂をこの宮殿の隣に建てよう。ほい。で、やっぱりもう一個くらいアパートを建てておくか。ここはじゃあ、これあれだよね、だって農園だもんね。ここでいいよね。こっちまで行ける？まあ、ここでいっか。もう一個くらい建てとく。ここはアパート地帯にしよう。レストランもね、近くにあるからね。ここでみんな憩いの場を。何かと声の大きい我らの友人。あ、違う、これじゃなくて、あれしたいんだよ。あれなんだっけ、傾けたいんだけど、どうやんだっけ。なんか押しながらとかじゃなくて、なんか忘れた。まあいいや。なんということだ、まさかこんな事態になるとは。イスラロホの宝くじに当たった。当選番号123456。5000円か、スイス銀行。1万円かかったよね、そもそも。で、そうだね、そろそろちょっと運送業者、建設業者。ここに運送業者が1個あるから、建設業者を1個ここに建てるか。ここにしよう。ポコッと。建設業者ってちなみに即建てでいくら？ああ、安い安い。1000円だったらやろう。で、建設業者にはちょっと思いっきり働いてもらおう。ここら辺に建設業者あったよね。なんということだ、まさかこんな事態になるとは。
プレジデンテ、本契約書、憲法の法律。これはどうしようかな。警察国家か。なるほど。暴動が、いや、選挙が頻繁に起こってもね、無理なんだよ。選挙の頻度が減るのか。反体制派 50% か。いや、これは警察国家にしようって。警察作ろう。青年労働。これはまあ、なんか、普通のでいっか。で、移民権。ビザシステムがいいんだよね。多分質の高い人が入ってくるっていう。鎖国すると、まあ、外にも中にもっていうのはあるけど、ビザにしよう。いや、ビザにしよう。よし、これでいこう。で、反体制派ちょっと遠くないか。ターゲッティングは近く。こいつらが間に合ってくれるかどうかだな。金の流れが潤ったよね。私の持っている心理学の本によると、こういう時にご褒美をあげておくと、そのものが今後も正しい選択をするよう導けるらしいわ。報酬か。産業施設の、いや、こういうのはでもスイス銀行に今しとくべきなんだろうな。 L2、 あ、そうか、これができたか。ってことはまず鋼を作ろう。で、あれ、テーブルマナーはあんのか。あ、コンパス、ちょっと待って待って待って、コンパスを先にしよう。まずコンパスだな。で、そこから鋼で、軍事施設いるか。まあいいや、念のためなんか作っとこう。で、社会主義の子、こんな感じでいこう。やばい、だいぶ反体制派が動いている。ほら、いけ。うお、すげえ、3部隊いるよ。大丈夫か、こいつら。何やってんだマジで。しかし、やられた。2部隊、1個くらい鎮圧しろよ。よし、間に合った。3対3。よし、1個鎮圧おお、鎮圧したね。その間にちょっといろいろタスクが来てる。今こそスイス人の鋼のごとき心を砕く時だ、ね、いいか、よく聞くがいい。数十国は長きにわたり、彼らのバイキングナイフこそが世界一の万能ナイフだというプロパガンダを流してきたと。まあ、いろいろやれと。まあ、鋼はちょっとできるようになってからな。プレジデンテ、どうやらもうすぐ世界大戦が始まるようです。兵舎を2つか。我々も兵舎、でも兵舎だったらさ、今無料だからね、その軍事施設が1個。陸軍基地1個無料で作れたよね。先に陸軍基地を1個作ってから兵舎を作りにかかろう。というわけで、これはもう少し置いておきましょう。で、今どういう状況？こっちが行けるようになったね。どうする？こっち少し開拓する？でもいきなりさ、こっちにさ、伸ばして大丈夫なの？開拓やってみようか。ここに1個港を作ろう。うわ、マジか。でもすんげえ遠いな。不安すぎる。不安しかないんだけど。もうちょっとこっちで。お金はあるしね。幸福度も増えてきたね。あ、そうだ、警察作るって言ってたな俺。警察、治安は良くしておこう。やっぱり警察署でね。警察署に関しては赤いところに置いた方がいいんですよ。赤いところがなんか治安が良くないんで。この都市部だよね、めちゃくちゃ治安が悪いんだけど。じゃあここにしときますか。こうかな。ちょっと無機的にこれしかできないんで。よし、ここに警察署を建てようと。いや、ちょっと管理が大変になってきたね。これなんだっけ。あ、図書館か。で、これ礼拝堂。礼拝堂とかなんで作ったんだ俺新聞社がどうのこうのってなってたから礼拝堂作ったんだよね。よし、とりあえず建設業者とかも結構動いてくれてるね。早い早い早い、多分なんとなくだけど。ってことは高校か。そこら辺が足りてないんだね、やっぱり。高校教育、まあ、高校はじゃあ作るか。こっちの方にここ作っとく。なんか都市部とかに作りたいけどね。あ、ここ空いてんじゃん。バラックがあるからさ、なんか空いてないように見えるけど、ちょっとあれを圧迫するな。あ、無理だ、この幅じゃできねえわ。いや、狭いよ本当に。本当にこの島狭い。じゃあここら辺少し
うわ、またなんか来た。でもかよ。3700円、まあいいや、金で買収しよう。で、大学作るか。じゃあここら辺に、そうすると大学じゃなくて高校よ。まずは高校の方が小さいね。微妙にさ、幅が足りないんだけど。いや、これ難しいね、なかなか。じゃあここに作りますか。なんか建設業者、ここら辺農園地帯にしたいっちゃしたいんだよね。幸福度はでもだいぶ上がってるね。 64% まで来たよ。ここら辺にアパートとかを作ったのが良かったのかな。観測所って何？研究ポイント。高地に設置すると効果が上がるのか。大使館はまあ1個で今のところ良さそうだしね。食料雑貨店とかどうなの？なんかどっかに置ける？こことか。あんまりさ、食料雑貨店の立地は良くないけど、ここに置けるか。それこそここに食料雑貨店置こう。で、あとはちょっとその研究ポイント的なものがね、増えないとどうにもなんないんで。ボーキサイトとかってマジどっから持ってくりゃいいのこれ。ここもだって石炭でしょ。あー、やっぱり伸ばそう。ここに港1個作ります。うだ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 やってたけど、港1個作ります。ここにまず港ってどうやって作るの？どれだっけ。港これは製鉄所、葉巻工場とかラム酒とか、あれ港どれだっけ。探すのに苦労をするな。これだって軍事関係でしょ。あれ港ってマジどこだ。あったあったあった、これだ。で、あれ何これ、なんか向きが悪くね。向きおかしくね。なんかすげえ縦にしたいんですけど、どういうこと。なんでこんな斜めってんの。まあ、建設業者との道路から離れすぎていますって、それはまあ言いたいことはわかるけど、いや俺向きが気になるんだけど、まあいいか、もういいや。で、こっからマジか、こっからつなげんのか。建設業者めちゃ大変だな。ちょっと少しずつ伸ばしていこう。じゃないと曲がる。で、ここら辺からちょっと曲げるか。うん、待って、ここをつなげないといけないんだから、こういう感じだね。いや、曲がっちったよ。ちょっと待って、でも。いや、こうで、で、なんとなくこことここをつなげばいいんだ。よし、ここの間になんか物を建てれば OK。これで建設業者とかはつながったから、あとはここの道路も、石炭とつなげよう。石炭とつなげて、ちょっとなんか道路が曲がりつつあるけど、石炭とつなげます。で、鉱山を設置します。で、この荒野に運送業者と建設業者を1個ずつ建てましょう。もうこれは金かかるかもしれないけど、運送業者と、で、建設業者を1個ずつ建てると。で、この間の道路はちょっと、あとで、2000円もするの高えな。3000円だよね。建設業者先に作っちゃおう。よし。マジか。これ。これマジか。で、港。2500円は高い。でも港を作るってことはもう一個ね、輸出ができるからね。で、タスクがいつの間にか来てるな。おぞましいオペラ音楽のせいで夜の時間を台無しにされた際にあることを思いついた。スイス人はヨーデルを愛しており、スージク国にもこの伝統文化を共有する国がいくつか存在すると。まあオペラハウスを2つ作りましょう。オペラハウスだってもう一個でいいってことでしょ。1個あるもんだって。これアパートだ。あれ労働が入ってしまった。これオペラハウスだよね。そう。で、あんまりオペラハウスだって2つ近くなってもしょうがないから、じゃあこっちを開発させつつオペラハウスを1個作りますか。で、農地だね、農地を。
作ろう。鉄、鋼みたいなのもちょっと出したいけど、それはないか。あ、鋼こっちか。産業化鉱物ね。鋼って何と何が必要なんだっけ。葉巻とかはちょっとあれだとして、ココアが、あ、でもココア終わるなこれそろそろ。え、だってもう39,000の39,000、あ、違う違う違う、これミルクだココアこっちまだ大丈夫か。うーん、ミルク、トウモロコシ安いな。麺、コーヒー、コーヒーにする。あ、違う、コーヒー作れなかったな。数軸国40以上か。もう一個ココアを作るか。じゃあ農園の、あ、ココア、ここら辺だったら大丈夫だね。というわけで、ここにココアを置きましょう。で、港か、ここら辺からちょっと一個軍事施設もね、砦ができるようになったら砦ただでここに一個建てよう。なんということだ、まさかこんな、どこ、もう管理がめちゃ大変な、広すぎて砦にめがけてくるとは。いや、でも3人か、反体制派だいぶ多いね。やっぱり社会に不満があるんだろうな。一時団やられたよ。え、これ大丈夫。よし、倒した倒したまあまあまあ大丈夫か。兵舎も1個ここに作っておこう、後で。そのためにはさ、早くこれだよね、コンパスができるようにならないと。あと6ヶ月か。いや、時間かかんな。図書館もう1個作るか。反体制派撃破したのはいいけど、ちょっと待ってね、もう1個タスクが来たんで。スイス人は銀行が好きだ。でなければあんなに多くの巨大銀行が多すぎる。マジか、貿易サイトとか無理だからな。オペラハウス、まずはそうだね、オペラハウスだね。じゃあちょっと予定地として、ここら辺の建設会社とか機能してんの。1400円か、いや作っちゃおう。でオペラハウスもなんか知んないけど先に予定地としてここに建てちゃおう。オペラハウスいくら、3000じゃなくて2000か。よしよしよし、オペラハウスはじゃあなんとなくここら辺にしとく。入り口はこうだよね。でオペラハウスは2300円、これはちょっと出来上がるの待とう。でここら辺は多分農園になるんだよな。食もね、やっぱり充実させていかないといけないから。牛とかはあったよね、ミルクにしようか。あ、間違えた、ちょ、待って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 、しまった、わけのわかんないところに作ってしまった。ちょ、見た目が気になるんで破壊しよう。もったいねー、もったいないけど、もったいないことをしてしまったけど、まあ、しょうがないよ。だってこんな向きだからねマジでわけのわかんない向きだよ。じゃあここは少しこの中に入った方がいい、や、隣でいいか、いいな、大丈夫そうだね。ここにしよう。でさらにここも農園を作ろう。ウール、うおー、ウールはこっちの方がいいのか、この緑のところ。よし、この向きで作ろう。まあまあまあ、でもまだお金はある。コンパス、よし、オッケー、これで全てあれになったね。ココアの取引が完了した。マジか。てかさ、ここのココア農場無意味になってしまったぞ。そうするとどうする。タバコとかなんかあんまり作りたくないんだよね。ウールってなんだっけ、ウールって今作ってるやつだっけ。これこれラマヤギ、え、どういうことまあいいや、少し鉄と石炭これに1個割り当てて、
石炭はとっとと輸出しちゃおう。よし。で、幸福度 60% だいぶあるね。スイス人は銀行が好きだ。でなければ銀行2つか。銀行なんて作れんの俺今。そもそもの話として銀行ここにはない。これも観光だから違うよね。福祉とメディアでもないか。銀行作れません。会計学の研究、やっぱ研究が必要だ。高校と大学1個ずつ作ろう。まあこの農園のところに高校を1つ設置しよう。農業高校的な。で大学も作っちゃおう。高っ、1万円すんのちょっとやめよう。必要になったらにしよう。完全に農業高校だよねここ。いくら4600円とか無理だ。建設業者が働いてくれないと無理だ。船は全部使ってるよね。よし、港が一つ増えたかな。でなぜかここにオペラハウスがあるから、ここにもちょっと住宅を構えよう。あ、これなんだ、金じゃないか。こんなところに、こんなところに金が隠れていた。マジかマジかマジか、金金。そう、こっちが違う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 。道路でこことここをつなげる。でそこから鉱山、金。で鉱山の近くに家があるっていうのもなんかやだよねまた俺の、あ、こっちにもなんかあるじゃん。これ何、これも金。あ、すげえすげえすげえ、金だな金。で金はこっから伸びてんのか。少し道路が曲がっちゃう気がするけど、それはしょうがないかな。ちょっと待って、クニョンってなりすぎてる。よし、こうだな。で鉱山金で、でよ、で金をどうできるかよ。ある、金輸入しかできなくね。いや、ちょっとどうにもならんな。金のあれができるまで待つしかないか。稼働中の交易、鉄、鉄、石炭。じゃあもう少しここを充実させていきますか。何があった方がいい。まずここら辺に人を住ませたいよね。自分が高校生だった頃のことは今でもよく覚えてる。私の顔はニキビだらけで、彼氏のラウールをチアリーダーの女に奪われたの。お返しにポンポンを彼女の口に突っ込んでやったわ。あれ、アパートってこんなちっちゃかったっけ。そして私はラウールに言ったの。こうやってみるとちっちゃいな。オペラハウスの近くにアパートがあるのなんかあれだよね。お返しに私もあんたを捨ててやるわ。でね。よし、ここにアパートと。そして私は彼を声だめの中に突き落としたの。1、2。もちろん今ではそんなことしないわよ。よし。ここら辺で働く人たちの家も確保したでしょ。でそうすると、あとはやっぱり娯楽も必要なんでね。酒場ってさ、あ、いいねいいね。こちら辺だいぶ緑いくなってんね。緑いくなってるから、港で働く人たちとかオペラハウスで働く人たちをこの酒場で憩いの場にしよう。で研究者もちょっとここら辺に欲しいね。図書館一つ建てよう。すげえ金使ってっけどさ、図書館いくら ?3600円。研究ポイントだもんね。研究ポイントはなるべく早めにやっておきたい。これは裏側だから。どうしようかな。ここの道路が完全に封鎖されちゃうね。封鎖されちゃうけど、まあいいか。どうする、つなげておきたい気もするな。図書館の近くにオペラハウスっていうのもなんかやだよね少し話すか。ここにしよう。じゃあここにしよう。多分意味ない、意味ないっていうか、そういうの関係ないと思うんだけど。だいぶ建設があれだな、高いんだよね。即座に作るっていうのは建設会社に動いてもらうしかない。だから枢軸国とのあれを増やさないといけないんだ。枢軸国はちょっと十字のやつか。砂糖、コーヒー、70全然足りないわ。今なんかできんのこれ、賞賛できる。よし、賞賛しよう。有効度45、中立。全然ダメだわ全然足りてないわ。
これなんだっけ、運送業者か。こっちの方あんま見てないけど。でまたタスク。牧歌的時代は終わったわ。これから私たちが向かうべき世界はサムザムとして大敗的でインダストリアルな、いわゆるディストピアな世界よ。産業ね。産業施設を2つか。弊社とかな。あれがいつできるかだよ。これじゃなくて、コンパスが終わったから陸軍基地。ちょっと待ってね。いや鋼も重要だよな。でもちょっと待って、一回全部排除しよう。あれ今何作ってんの。戦車、戦車鋼にしよう。で社会主義の証拠で戦車。あと14ヶ月で1年以上かかんじゃん。めちゃくちゃかかるな。数軸国との同盟もな。スイス人は銀行が大前提。今こそスイス人の鋼の、ね、何かと声の大きい我らの友人が時間我が弟子よ。いや無理だ、ちょっとどれも残しておきたい。弊社2つか。いや悩むな。牧歌的時代弊社1個作っちゃう。1個作っちゃおっか。ちょもう待ってらんないわ。弊社もだってそれなりに高かったもんね。なんかここ基地だらけだな。万全ではあるけどね。盤石の体制ではあるけど。あんまりここら辺に基地を置いてもね、自由度がね、下がっちゃうからね。砦のこの隣に置いとく。ここら辺からだってさ、2小隊3小隊出てきたらさ、結構太刀打ちできないよ。こっちに1個置いとく。端の方に、うん、ここに1つ置いておくか。ちょっと場違いだけどこっち側にしとこう。場違いだけど1個ここに軍備を置くっていうのも大切だよね。牧歌的時代は終わったわ。弊社があともう一つか。結局は6000円すっかんね。でじゃあ下の方にここにももう一個作るか。よし OK。 ここから敵軍が攻めてきた時はもう完全に大丈夫だね。でこっちら辺ってさ、なんか進める意味あんの。こっちの方にさ、最近この島にも見知らぬ顔が増えたわね。でも私は新しい人に会うのが好きだし大歓迎よ。新入りのみんな、パイレーツバーにいらっしゃい。お酒を飲んだりパーティーするのはプレジデンテを崇拝するのと同じで、この島に暮らす者の義務なのよ。うわまたなんかあれだな、デモが起こったな。どこだ、ここか。5000円とかマジ交渉しよう。道端で会った男に救済の時が近づいていると言われました。おそらく聖職者だったと思いますが、ね、ひょっとしたら単なる酔っ払いだったの。宗教施設か。ただタスクが多すぎて無理なんだね。これはちょっとほっとくとどうなんだよ。いやちょっと無理だよ。防気サイトとかマジ無理なんだけど、どうすりゃいいんだ。ここら辺でもすげえな。所狭しとちょっとあれだね、道路を一つ開通させるか。ここからさ、ここつなげられるよね。ここつなげよう。あれどうなってんのこれ。ちょっと待ってね。あここ行けねえじゃん。こっからこ、ちょっと待って待って待って、曲がっちゃった曲がっちゃったよ。ちょっと待って、無理じゃんこれ。謎にさできないんだよね。できない時があるんだよね。こうか、もうこれでいいや。ちょっと不格好だけどこのくらいだったら全然大丈夫でしょ。あと弊社がねもう一個できれば、これがねできれば全然なんで。金はあるといえば金はあるか。内側とかね、もう開拓不可能でしょこの段階だったら。ここはもう港を増やすしかないか。これは言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応するべきでしょう。クーデターや暴動が起こります。やっぱりこいつらのことか。あれどこ行った、あれいなくなった。まさか
まさか反乱が起きるか。これはドライドックって言えばなんか作れるようになったよね。ドライドック1個だけ確か作れるやつなんで、ドライドックどこだ、あった。交易船の速度が上昇、一箇所のみ建設可能。よし、これここに作ろう。どういう向き分からん。こうではないよね。こうだよね。海岸に配置する必要があります。この海岸に配置する必要がありますの海岸が分かんないんだよな。これは別になんか生産性がどうのこうのっていうあれじゃないから、なんか変なとこに作ってもいいと思うんだけどな。え、ここら、いや、こんなところに置くの本当にそんなんでいいの。道路つなげられる、そもそも。ドライドック、じゃああっちに作るか。こっち、ここに作ろう。あ、そうしよう。で、ここからちょっと建設業者をつなげよう。で、ちょっとね、反乱が怖いけど。世界陰謀議会はいつものごとく会合を開き、世界大戦を始めるための生贄を決定したようです。暗殺か、暗殺しよう。お前行ってこいあ、セレブリティじゃなくて着服か。お前行ってこい。で、1個いけるようになったのか。1個残しておくか。タスクはちょっとね、牧歌的時代は終わっ、あ、空室とか無理だからな。これ繋がってる建設業者大丈夫、繋がってるか。一応なんか建設はしてるっぽいよね。うん、してるしてる。あ、なんかここすげえあれ、これ上行けんの、こっから道路つなげば。プレジデンテ、軍事兵器の展示会で。よし、軍事戦車いやー、これ作りたかったな本当は。9300円だからね、高いよね。ここら辺に1個軍事施設でも作っておきますか。あれ、ここ人いなくね。え、なんで、え、こっちも人いなくねそもそもあれ、予算上げる？来たここもじゃあ予算上げるか。金を取るのってさ、結構人気ないんだね、ゴールド。放水、汚染が増加か。ここにもなんか金がありそうだね。あ、こっちすごいね、金地帯だね。なんかないの、金のあれ。いや、無理だ、ないわで、フランツ・フェルディナント大公がセルビアに向かおうとしています。暗殺者志望の者たちにとっては格好のターゲットでしょう。代表団を連合国または枢軸国に派遣する大使館が必要です。え、ちょっと待って、さっきのさ、あれ消えちゃったタスク。いや、防気サイトとかどうする。じゃあフランツ・フェルディナント大公がセルビア、我が弟子フランツ・フェルディナント、スイス人は今こそスイス人の、何かと声の大きい我らの友人が同盟の締結を申し入れてきています。いや、これちょっと放棄しよう。金に関わらないからね。賞賛、おい、450いくつだ。で、鋼作りたいんだよ、鋼。こっち側もね、少し発展させたいけど、まあお金はあるんでね。とりあえず、まあちょっとなかなかいい時間になりましたので、今回はこれで終了したいと思います。スイス銀行がね、まだ全然溜まってないんですけど、まあこれは徐々に貯めていく方向でいいかな。まあ幸福度も悪くないし、現在のね、所持金も悪くはないんで、街を発展しつつ、まあちょっとのんびりとやっていきましょうか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。